皆さんこんにちは、瀬戸です。私普段から韓国系の動画を結構上げたりしてるんですけど、最近結構よくいただいた質問が、3月の韓国って寒いですかとか、3月の韓国の服装を教えてくださいとか、そういうねコメントが結構ね来たんですよね。まあ、3月春休みとかで行かれる方も多いと思うし、気になってる方も多いと思うので、今回ね動画にしようっていうことで、3月のおすすめアウター何個かと、あと3月のおすすめコーデを何個か紹介していきたいと思います。よかったら参考にしてみてください。ではスタート。まずアウター紹介していくんですけど、3月の韓国どんな気温かと言いますと、まあ、私ね去年3月の19、20、21ぐらいで韓国に行ったんですよ。その時のコーデがこんな感じで、こんな感じなんですけど、昼はね足出したりしても全然大丈夫だったんですけど、夜がめちゃめちゃ寒かったです。日本のちょっとあったかい冬ぐらい、寒いけど人によって着込むか着込まないかは違うみたいな日あるじゃないですか。まあそれぐらいのイメージです。3月のおすすめアウター1つ目はコートになります。こっちが黒のロングコートで、これがグレーのちょっとね短めの丈のコートになります。ちゃんと裏地入ってるけどちょっとね薄め、冬だとちょっと寒いかなぐらいのコートがね、3月の韓国はちょうどいいかなと思います。でこっちはね結構ねごつめのコートで、まあ、こういうごつめのコートの場合はなんか薄めのトップスとかワンピースとか合わせてあげると、まあ、ちょうどいいかなと思います。まあ、韓国現地の方もねあのコート着てる方が一番多いと思います。特に黒なんで、韓国っぽくしていきたいよっていう方は黒のロングコートが一番おすすめです。おすすめアウター2個目はレザージャケットですね。ちなみに去年の3月は私が着てたアウターはこれですね、まあ、これシーンで買って色違いなんですけど、これ多分まだ売ってると思う。めちゃめちゃお気に入りで2色買いしました。これはねちゃんとの裏地もしっかりついてるタイプなんですけど、結構薄いんですよね。現地でコートはもう定番なんですけど、去年レザーも結構見かけました。茶色のレザーあんま見ないんですけど、黒のレザーめちゃめちゃ多かったですね。意外と着回しも効くし、なんか合わせ方によったら全然シンプルに着れるので、結構私はこのレザージャケット推しです。続いて3つ目のアウターはですね、まとめて紹介しちゃうんですけど、こういう感じの薄めなんですけどデザイン性のあるアウターみたいな、まあ、ブルゾンとかこういうちょっと厚めのジャケットとかですね。これはね昔ね私のセレクトショップで発売してたものなんですけど、めっちゃデザイン可愛くないですか。でちゃんと裏地もしっかりついてるんですよ。でこういうジャケットは結構ね3月にぴったりかなと思います。でもう一個こちらなんですけど、これも去年めちゃめちゃ韓国で見ました。ホンデの洋服屋さんとか行ったらボイプラのマスターさんが着てたアウターかこれみたいな。私が買ったやつはカーディガンっぽくなってるんですよ。なんでこれ1枚だとめっちゃ寒かったですね。なんで厚手のカーディガンとか着たいよっていう方はヒートテック着て、その上に薄めのトップス着てカーディガンぐらい着ていかないとちょっと寒いかなと思います。これはボアブルゾンなんですけど、3月かファーはちょっとね冬っぽいんであんまりかなと思うんですけど、これぐらいのボア加減だったら全然大丈夫かなと思います。これだったら結構あったかいし、まあ、全然ねこの下ヒートテックだけでも全然いけるんじゃないかなと思います。これちなみに韓国のユニクロで買ったんですけど、今年ね日本のユニクロでも同じような感じのがあった気がします。なので結構ユニクロ優秀で、春のアウター迷ったらユニクロ行ったらいいと思います。今いろいろおすすめアウター紹介したんですけど、その中でも特におすすめしたい3つで着回しコーデを何個か紹介したいと思います。やっぱ旅行行く時とかってアウター何個も持っていく人ってそんないないじゃないですか。1個のアウターで3日間ぐらい着回す方がほとんどだと思うので、今回ね私もそれを想定して着回しコーデを3個ずつぐらい紹介していきたいと思います。まず1つ目に着回すアウターはこちらの黒のコートになります。やっぱり一番ね黒のコートを持ってる方多いと思うし、あとまあさっきも言ったように現地の方も結構着てるので韓国っぽくしたい方とかにもおすすめなので、黒のコートを使って着回していきたいと思います。で黒のコート1個で目はこちらになります。こんな感じです。いいと、このコーデは1日目のコーデなんですけど、1日目って飛行機乗ると思うので
まあ、あの楽な感じの服装にしてみました。はい、こんな感じです。なんか韓国の方って結構グレーとか黒とかでシンプルな感じの服装が多いので、まあ私も今回黒とグレーでまとめてみたんですけど、私は、ね、色を入れるのが結構好きなので、あのブルーのキャップを差し色にしてみました。飛行機乗るときって結構荷物多めになっちゃうので、この黒の大きめのバッグを合わせてみました。で、靴も歩きやすい白のスニーカーです。でもちょっと漏れるっていう身長をちょっと思っていきたいのでこれにしました。アウター脱ぐとこんな感じです。このコーデが結構冬用っていうかちょっと分厚めなので、中は薄めのニットにしてみました。まあ、これニットなんですけど全然薄めで、あのそんなに暑くないのでちょうどいいかなと思ってこれを合わせました。これコート着てても可愛いんですけど、脱いでもねこんな感じで可愛くて結構韓国っぽい感じのコーデかなと思います。こんな感じです。もうねアウターちょっと羽織ってるとほぼ見えないんですけど、中はこんな感じです。さっきとは違って2日目はね一日中遊んでカフェとか行ったりすると思うので、まあ、ちょっとねおしゃれっぽい感じにしてみました。脱ぐとこんな感じです。レンジの人圧倒的にデニム履いてる方も多くて、デニムの形は様々なんですけど、今回はトップスと合わせてちょっとピチッてしてて先にかけて広がってるみたいなデニムにしてみました。なんかこういうデニムって結構細見えして私は結構好きなんですけど、これも韓国で買いました。はい、3日目のコーデはこんな感じです。まあ、3日目もね飛行機に乗って帰るよってことで楽なねジョガーパンツにしてみました。脱いだらこんな感じなんですけど、まあ、楽な服装って言ってもおしゃれにしていきたいじゃないですか。なんでピンク、上はピンク合わせてみました。これ本当は締めてね1枚で着たかったんですけど、まあね、この上ショート丈じゃなくてもピンクのニットとかあとピンクのトレーナーとか合わせてあげても可愛いんじゃないかなと思います。他の色でもいいんですけど、まあ、ちょっと春っぽい感じを取り入れたかったんでピンクにしました。あとねグレーとの相性も結構ピンクっていいので、なので私的にはピンク推しです。次着ますアウターはこちらのレザージャケットになります。レザージャケットも現地で着てる人多いし、個人的に結構、ね、おすすめをしているアイテムなので今回はちょっと紹介させていただきます。はい、でレザージャケット1コーデ目はこんな感じです。ちょっと緩めな感じです。まあ、でもレザージャケットって結構ねこう緩めなコーデと合わせてもカチッと締まるというかおしゃれに見えるので個人的に結構好きなんですよ。コートだとやっぱ綺麗め系とかお姉さん系になっちゃうんで、カジュアルな感じとかストリート系とかワイツ系とかそういう系好きな子にはレザージャケットがおすすめですね。今っぽいのはこっちなんだよな。まあね全然どっちも好きなんですけど、アウター脱ぐとこんな感じです。私ね本当にこの黒縁メガネがあんま似合わないんですけど、このコーデにちょっと合った方が可愛いかなと思って似合わないなりにつけてみました。まあ、これ緩いコーデなんですけど、まあ、小物をねアウターと合わせて黒に統一したところがポイントです。はい、2個目のコーデはこんな感じです。ここに来て足を出してみました。下のスカートと靴下と靴はね去年のまんまのコーデなんですけど、あ、この上もか、ほぼ去年と同じコーデなんですけど、去年足出しても昼は全然大丈夫でした。なんで全然あのいけると思います。脱いでみるとこんな感じです。ブルーのねシャツと茶色のスカートの組み合わせ結構去年からいろんな方がしてるコーデだと思うんですけど、やっぱ可愛いんですよね。で個人的にはこの下スニーカーでちょっと外すのが好きなので、プラスあの旅行はね絶対スニーカーの方が歩きやすいから今回ねスニーカーを合わせてみました。でもローファーとかでも全然可愛いと思います。今着てたアウターが結構薄めだから中にねシャツだけだと結構ね寒いんですよね。でそういう時に大活躍するのがこれ、ほぼ腕だけのカーディガンなんですけど、暖かいけど上にアウターとか羽織ってるとコードの邪魔にもならないし、でも脱いでみてこうやって見るとこう普通に着てても可愛いじゃないですか。なんでねめちゃめちゃおすすめです。これも嬉しいんで買ったんですけど、いろんなカラーとかいろんな形のものをシーンにあるので
気になった方はチェックしてみてください。3日目のコーデはこんな感じです。ストリートっぽい感じにしてみました。なんかシンプルなんですけど、こうまたねピンクで差し色を持ってきたりとかして、あとちょっとねこういうデニム、デザインがあるデニムとかと合わせてみました。脱ぐとこんな感じです。はい、ニットを3月でもまだいけるかなと思ってかぶってみました。めっちゃ可愛くないですか。3つ目のアウターはこちらの、去年ねめっちゃ流行ってたって言ったアウターになります。去年の韓国のトレンドだったし、今年もね春は流行るんじゃないかなっていう予想をしてるので、これもね紹介していきたいと思います。1コーデ目のコーデはこんな感じです。下にねこういう白のフリフリスカートを合わせてみたんですけど、まあ下ねスニーカーとかこういうリュック、ミニリュックを合わせて、まあ、そこまでガーリーすぎない感じにしてみました。これ別にこのデザインじゃなくてもお持ちのカーディガンとかに変えてもらってもめっちゃ可愛いと思います。はい、次のコーデはこんな感じです。カジュアルな感じのコーデにしてみました。なんか野球少年みたいなコーデになっちゃったんですけど、あんまり少年すぎないように、靴はスニーカーじゃなくてムートンのスリッポンを合わせてみました。こちら荷物が多くなると思うので、こういうねトートバッグ、デカめのトートバッグとかを持っていく方も多いと思うんですけど、まあ、そういうデカめのトートバッグとかにも合うようなコーデになってるんじゃないかなと思います。3日目のコーデはこんな感じです。飛行機に乗って帰る服なんですけど、このアウターがネイビーなんですよね、紺なんですけど、ネイビーとピンクの相性っていいんだぞっていうところをちょっとお見せしようと思って、ピンクのねスウェットのパンツを合わせてみました。この下はソナで買ったスウェットパンツなんですけど、裾絞れるし低身長さんでも履けてめちゃめちゃ楽で可愛いんですよ。髪の毛をねお団子にしてみました。お団子にしたら身長もちょっと高く見えるし、首元もスッキリしてスタイルアップ効果があるので今回お団子にしてみました。あとリュックはこのキラキラの可愛いやつ合わせました。はい、今回の韓国コーデどうだったでしょうか。結構皆さんが持ってそうなアイテムで合わせてみたので参考にしやすいかなとは思うんですけど、まあ、参考になれば嬉しいです。で、韓国旅行 Vlog も先週上げてるので結構最新情報満載ですので、よかったら見てください。ではまた次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。